ヒエスタの動画です。今日はこちら。元駒さん、MKK のですね、ハイロータリーシアー、HRS の1、やらせていただきます。10年ぐらいも前からある製品なんで、知ってるよって方もね、多いかと思うんですけれども、インパクトドライバーにつける、まあ、こういった製品ですね。はい。じゃあ、つけましょう。はい。つけましょう。つけました。ね、まあ、左手は添えるだけ。ね、スイッチ入れると、はい、動いてますね。って感じで、インパクトドライバーが、まあ、板金とかを切るシャアになりますよっていうのがこの製品になります。スペックがですね、鉄板だったら 0.8 ミリまで、ステンレス板であれば 0.6 ミリまで、切断できますよ。ただ、開板限定になります。平らな板だけです。デコボコしたものとかは切っちゃダメよってことで、まあまあまあ。はい。こういったものを切るための製品でございます。はい。じゃあ固定されたですね、鉄板っていうのを条件にさせてください。こうやって、鉄板が固定されているとします。知ってます?オートバイス。黒!この黒かっこいいでしょ?これ近日中に紹介しますんで。下手な調整必要なし。こうやって、ちょっとね、今切る都合で反対から止めようかな。はい。板にこうやって挟んでいただいて、あとは、はい。握るだけで固定できます。まあ、仕組みは知ってると思うんですけど、この黒知らないでしょ。今度やりますから。はい。というわけで、使い方なんですけれども、左手でハンドルの上を持っていただいて、まあ、右手で、スイッチを入れると。で、このまま突き進んでいきます。入れ始めだけ、ちょっと難しいかもっていうのが説明書にあるんですけれども、はい。ど素人私、行かせていただきます。何が難しいのと。あ、最後だけちょっと残ったかな。ちょっと待ってね。これで、今、ちょっと食ったじゃんって言って、これね、こじっちゃダメなんですよ。なるべく、負荷をかけずに抜いてあげてください。こうなっちゃったら。はいはいはい。今のは、ミスするところもちゃんと見せるということですね。はい、じゃあもう一回いきます。切り始めだけちょっと注意して。まっすぐ進んでください。はい。いいじゃない。こうやって水平に行くっていうか、歯だな。歯のこっちを水平にする感じですね。いきます。もう一回行こう。はい。すいません。初めてだっていうのがバレてしまいましたね。むっちゃ切れるやん。はい。っていう製品になります。で、私今、固定されてるっていうのを条件としました。これなぜかっていうと、左手をこうやってハンドル持ってないといけないんですね。これなんでかっていうと、まあ、この状態で切るのは、まあ、自重でね、下向くんですけど、まあ、ダメなんですよ。はい。こんなん良くないですね。なので、必ず左手を持てって言うんですけれども、じゃあ、今は固定されてたからいいんですけれども、じゃあ、これで、手で持って、切りたいときどうすんだよ話。はい。これもね、メーカーさん後からちゃんと対策をいたしました。はい。デカデカデモ切って書いてありますけれども。片手切り側の、片手ホルダーっていうものを後から、発売しまして。じゃ、ちょっとね、これを、取り付けてみましょうか。はい。取り付けるための工具っていうのは一通りついてますんで、まあ、特に悩むことはないのかなという感じですね。まあまあ、最初だけめんどくさいんですけれども、まあ、最初だけでしょう。こうやって、つけちゃえば、もう、この後、楽な作業が待ってますから。よし!はい。まあ、ネジ緩めて締めるだけなんで、簡単ですね。はい。というわけで、まあ、こういった感じになりました。で、ここを、外していただき、こんな感じでガバッと開く。ね、インパクトドライバー加えて、加えましたね。はい、加えたら、はい、パッチン挟んで。いいっすね。こんだけ余裕がありますんで、まあまあ、この後ね、どんな新型が出ようが、取り付けできる仕組みとなってます。これは非常にありがたいですね。どんな機種が来ようが、はい、パッチン挟むだけ。はい、
これで、本来はですね、左手で持っていなくちゃいけなかったハンドルっていうのが、もう動かなくなりましたんで、右手だけで切れるようになったというわけですね。はい、というわけで、うまくいくか、緊張しますけれども、左手で持った、こういった部材を、じゃあ細かくね、処分するからちっちゃくしようかな。はい、じゃあ板金バサミで切るの、ね、いっぱい大変、切るの大変でしょ。はい、というわけで、こちら、ロータリーシャーの出番でございます。はい、端材をもうちょっと、小さく切っていきましょうということで、このね、鉄板にこう沿わせるイメージっていうのが分かりましたんで、スタートだけ気をつけて入れてってもらって、ちょっと自在に切るっていうのやってみます。こうして入れてって、はい、こうやってね、カーブしてみたりとか、はい、そんなこともできます。むちゃくちゃ優秀ですね。はい、あとちょっと写真貼っときましょうか。今回ちょっと部材用意してないんですけど、こんな金網まで切れるっていうんでね、ちょっとデコボコした部材が切れねえよとかっていうのがあったんで、ちょっと怖かったんですけど、まあ、この金網も切れるっていう動画配信されてますんで、まあ、ちょっとそっちも見ていただき、はい、じゃあ次、コンマ5のステンレス板、大丈夫って感じですね。はい、じゃあこれもちょっと、じゃあせっかくつけたんでフリーハンドで切ってみます。はい、じゃあこれでいきましょうか。スタート、やっぱ難しい、スタートだけちゃんとやろう。こうして、何も問題ないですね。切り口も見せた方がいいのかな。はい、ちょっとボケてる。はい、こんな切り口になってますね。別に沿ってるわけでもなく、切り捨てた方の端材はちょっとこんな感じで曲がってます。こっちの残ってる方はまっすぐですね。あんまり打撃するのどうなんだろう。うん、ゆっくり切れば打撃もそんなに少ねえかな。このパチ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 っていう感じですよね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。いくらだと思います。はい、これね、むちゃくちゃ安いの。まずこの本体、最初に紹介したこれが3000円台、ちょっと3000円台っていう言い方にしましょう。3000円、まあ、中盤から後半ぐらいで、このホルダー部分、これがね2000円ちょいなんですよ。なので合わせて、まあ、5000、まあ、後半ぐらい、まあ、6000しないで両方買えるんですけれども、むちゃくちゃ安くないですか。だからその、まあ、メインの方はね、シャを買えばいいと思うんですけれども、まあ、そうじゃねえと、まあ、こういった、平板のね、端材みたいなのがいっぱい出て、まあ、ちょっと細かくしなきゃいけない。でも板金バサミでね、それを回転していくっていうのはちょっとしんどいんで、まあ、そこにちょっとお手軽シャいかがでしょうかというね、かなりいい攻め方をしております。だから、まあ、ちょっとね、その元駒様にはね、大変失礼発言になっちゃうのかもしれないんですけれども、じゃあ、まあ、本体部分3000円ですよね。この3000円のハサミでそんなヘビーな仕事できるわけなくないですか。まあ、元駒さんはね、どんどんやっちゃってくださいとかって言うのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとね、販売する立場から言うと、まあ、だ3000円でできてる製品なんでね、そんなヘビー作業に耐えうるわけないじゃないですか。だからそれはね、まあ、非常に喋り方が難しいんですけれども、3000円で今のカットできたらむちゃくちゃ良くないですか。というわけでね、まあ、その工具箱に一つ、忍ばせておいてはいかがでしょうかという形で、締めたいんですけれども、まあおそらくね、私の動画にもコメントがつくでしょう。まあ、10年も経つ製品なんで、まあ、あのいいねっていう声もすごくいいよ。いや、まあ、使ったことあるけどさ、クソだったよね。そういったコメントも寄せられると思います。これはなぜかと言いますとですね、Amazon レビューを私覗いてきました。評価がね、今 3.9 だったかな。すいません、3.4 でございました。3.4。3.4 っていうと、高評価ではないじゃないですか。これなんでかな？見ました。すんげえいいよねっていう、今の僕みたいな意見の人がバン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 っている中で、星1つけてる人が結構いるんですよ。そのさ、
星1つけてる話をこんな自慢げに語るっていうのもちょっとおかしな話なんですけれども、まあおそらくね、過去使って痛い思いをした、苦い経験をした思いの人が、まあ僕にね、来るの、コメントが来るのかなと思いまして、先に釘を刺しておこうというわけでございますよ。いいよねっていうコメントは、今の僕の説明のいいとこばっか拾った方のコメントが結構来てます。だから、本当にこの価格帯で、ここまでサクサクできて、こんな狭いとこも入っていけて、マジ助かったっていうコメントがいろいろあります。じゃあ、まあ、それはね、いいレビューなんで、まあ、ちょっと、僕がガーって語っちゃうと、あいつなんか嘘っぽい語りしてるなって思われちゃうんで、一回置いといて、悪い話の方を、ちょっとね、ピックアップして拾っていきました。すぐ壊れた。元取れねえじゃねえか、この野郎。そういったコメントですね。ありましたんで、まあ、そこに僕がね、いくら否定して、したって、まあ、おそらくね、皆さんがね、ガー来ると思いますから、私、元コマの社長に電話してきました。ね。私、責めてますでしょ。ちょっとね、アマゾンでそんな批判的なコメントがちょっと溢れてるって言葉は良くないんですけど、ちょっと数件あるんで、すいません、元駒さん言い返してくれませんかって言って、ちょっと言い返してもらったんで、ちょっとそのコメント発表しましょう。一応説明しましょう。今ね、元駒社長がって言っちゃったんで、なんか元駒社長のちょっとね、強気な発言に聞こえちゃったら、それは僕の、ちょっと代弁してる僕の口が悪いだけなんで、そこは、すごく丁寧に、説明してくださいましたので、そこだけ、ご了承ください。元駒社長、すごく丁寧に僕に教えてくれました。はい。悪いレビュー、星1ですね。大量に、まあ、涙トタンを、処分したかったから、まあ、こちらを購入して切断をしたかったと、いうことなんですけれども、まあ、デコボコがあるので進まないじゃないか。で、両手で持って使う製品ですね。だから、その端材を持ったまま切ることができないんで、非常に工夫するのが大変だと。もう笑っちゃうぐらい使えませんという最低レビューだったんですけれども、こちらね、回答させていただきます。まず、凹凸なる鉄板には使用できないという形なので、まあ、そもそもちょっとそこはごめんなさいということですね。で、まあ、ちょっとね、別売り品なんで、まあ、なんかそこもね、押し売りになっちゃうのかなっていうところはあるんですけれども、まあ、こういった片手で使えるようにしたオプション品っていうのもありますので、まあ、そういったものを使っていただければ、まあ、開いた。であればね、まっすぐ切ることができますんで、まあ、いかがでしょうかという回答でございました。あ、で、一個ごめんなさい。大事なお話。波板のこれを、こうやって切っていくのは無理ですね。無理なんですけれども、こうなってる、まあ、この向きっていうのは、まあ、平板に近いっていうか、まっすぐじゃないですか。その向きであれば切れるんで、まあ、そういった切り方に工夫していただければ、まあ、いいんじゃないかなという提案もございましたので、よろしくお願いします。はい、次。ですね。速攻壊れた。この方は星2でしたね。まあ、ちょっとね、安すぎるために、もうさすがにすぐ壊れたよねっていうコメントがあったんですけれども、これはね、正直に答えていただきました。ちょっとどういう使用方法をしたのかわからないんで、まあ、ちょっと非常に返答しづらいですわという形でしたね。まあね、正しい使い方をしていただければ、まあ、長持ちするはずなんですけど、という形で言っておりました。はい、次。あ、これも似たようなお話ですね。まあ、星5のうちの、まあ、3をつけた人ですね。まあ、万力が必要だ。あ、これ2016年だ。2016年のレビューなんで、結構昔のね、話なんですけれども、電動ドリルの引き金を右手、シャアのハンドルを左手で持たないといけないので、ワーク相手っていうんですか、相手物を何かしら固定しないといけないのが、万力を用意しなくちゃいけないのがめんどくさいという話なんですけれども、まあ、別売りでこういったもの出てますよっていう回答をいただきました。はい、次、4!ですね。あ、結構だから高評価の方のレビューを紹介しましょう。板金をちょっと切るときは、まあ、ハサミを使うんですけれども、まあ、長くダーッと切るときは、まあ、ハサミだとね、大変なんで、まあ、こちらを使って非常に重宝しておりますと。切り始めが難しいですが、まあ、切り進むと非常に安定しますと。だから、ま、僕のさっきと一緒ですね。ちょっとね、やっぱ使い慣れてないとスタートだけ、おってこう、ちょっと逃げちゃうような場面があるんですけれども、ハサミを上下させてるだけの機構なんで、自動でこう、前にこう、突き進んでいく工具ではないんですね。なので、まあ、スタートするときも、バーって切りながら、ちゃんとね、まっすぐ押してあげると、よく切れますよってことを、社長の方から回答いただきました。はい、じゃ次ですね。ちょっとね、ここがね、どうなんですかね、強めに、来てる方に、まあ、強めの回答をすると、ちょっとね、バトルが始まってしまいますんで、ちょっとね、やんわり行きたいところなんですけれども、横吹きの板金を切っていたら、刃がずれてしまったと。
で、何度こう戻しても、まあ、本体の顎が開いちゃって、まあ、歯がね、ずれちゃったよと。で、まあ、芋ネジでこの歯のね、調整みたいなものをするんですけれども、なんかこの辺が緩くて、まあ、ネジロックとかを使ってもすぐ緩んでしまうと。で、歯が噛んじゃって、まあ、そういったことを何度も何度もね、ああ、切れない切れない、ああ、調整、ああ、なんとかってやってると、もうボロボロになって使い物にならなくなると。まあ、結構細かく、ダメじゃんって言ってる方ですね。切った板金は 0.45 ミリ、切断距離は10メートルも切ってないですと。不良品なのか耐久性がないのか分かりませんが、安物買いの銭失い、自分としては絶対お勧めできませんということで、まあ、こういったね、強めのコメントにも、回答をいただいてまいりました。横吹き板金を、まあ、ちょっとどの方向に切ったかっていうのがね、分からないんですけれども、その屋根に対して横向きではなく縦方向に切っていたら、その端が丸まってるんで、まあ、歯が噛んでしまうと。どうしてもこの本体に対してちょっと、ね、無理な力がかかってるんじゃないかなっていうことを言ってます。だから、まあ、そのこじるじゃないですけれども、このハサミとハサミのこの間に板金が挟まるような方向でグッとね、力が入っちゃって、うわーって噛んじゃったよっていう話なんで、まあ、そんなことも想定されてて、まあ、本体先端に歯の再セット用のその噛み合わせとかを調整する、まあ、ネジがあって、まあ、振動でネジ緩まないように、まあね、あのネジロックがしてありますよとかっていうことなんで、まあ、その、本体に、まあ、なるべく負荷のかからない切り方を、まあ、してほしいわという形で言うておりました。はい、次、まあ、この方も星1ですね。シャアと、ホルダーと、まあ、セットで買ったよって言って、この状態で、買ったみたいなんですけれども、途中でガキンとこう止まってしまったと。で、歯が交差している状態で引っかかっちゃったんで、まあ、ペンチで広げてなんとか、元に戻そうと試みたんですけれども、まあ、変な癖がついてしまって、で、何度も引っかかるようになってしまったと。で、まともに切断できなくなってしまいました。まあ、個体差なのか、私の使い方が悪いのか、まあ、すぐに壊れてしまったのが残念ですと。距離にして10メートルもまだ切ってませんということなんですけれども、これに関してはですね、ちょっと説明書の方にですね、その、外し方みたいなところも書いてありますんで、まあ、ペンチ等で、無理にこう、広げるのではなく、まあ、ちょっと正しい、除去方法で外していただければよかったのかなということを言ってました。はい、続きまして、こちらも、1、評価1ですね。なんか、1ばっか多いように見えてるかもしれないですけど、私が今1ばっか拾って喋ってますんで、その辺はご了承ください。切断中引っかかる、直線にカットできない、絶対に購入してはいけないという、これも強めのお話ですね。元駒さん、10年以上ね、長きにわたり、売っておりますんで、まあ、この辺は、しっかり回答したいんですけれども、展示即売会など、まあ、デモ機でガンガン切断させていただいてますけれども、まあ、正直引っかかったことはないですと。まあ、なんですが、まあ、使ってる状況がわからないんで、まあ、そこも、こちらとしては、まあ、ちょっとね、強めにいけないので、まあ、ちょっとどんな使い方をしてたんでしょうかね、っていう感じでは言ってました。で、僕もさっき切ってる時にインパクトでダダダダ、ダダダダってこう叩くような場面があったじゃないですか。あれを引っかかるって言ってるのかなとかっていう感じだったので、その引っかかるっていうのはそこ。あとはまっすぐ切れねえっていうことに関しては、自動で進む、製品ではないので、まあ、軽く押しながら押してやれば、まあ、まっすぐ切れるはずだよねっていうことを言ってました。はい。というわけでね、ちょっと今ここまでが僕がその Amazon の、レビューを見て、ちょっとその悪いコメントがすごい来てて、おそらく僕のとこにも来るから、ちょっと社長の方で言い返してくれませんかって言って、ちょっとお返事をもらったところを今回答させていただいたんですけれども、ちょっとね、社長様スーパー営業マンでして、他のね、レビューサイトのやつまで全部拾ってきて僕にバーンって今ね、回答をいただいたんですけれども、モノタなんとかさんのね、レビューの方もちょっといただいてきまして、これはいいコメントになります。アクリルカット時に使った方なんですけれども、まあ、テラスの屋根材をカットするときに使用させていただきましたと。で、以前はカッターとかね、サンダーでカットしてたんですけれども、まあ、この電動ハサミ、非常に火花も出なくて重宝してますといういい声を、いただいてます。あとはね、2017年のだいぶ昔のレビューかな。ちょっと使う前に内部点検しようって言って非常に素晴らしいですね。はい、いい方なんですけれども、その中開けてみたら、その歯の駆動するその噛むところにグリスが塗布されてないから、まぁ、ちょっと心配だったんで自分でグリスを入れて使いましたよと。
非常に好具合のある方ですげえなっていう感じなんですけれども、まあその、まあ、結局グリスが入ってないから、ちょっと心配だよねっていう、まあちょっとそういった、まあありがたい声なんですけれども、まあちょっと今それ確認したらですね、今現状の機械にはまあグリス入ってますよってことなんで、まあ今新しいものを買う方は安心して、長時間使えるのかなという感じになってます。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。まあちょっと後半の喋りが大半になってしまったんですけれども、まあ非常にいい製品なのかなと。いうところと、あとはその、元駒さんのね、長谷川社長の、人柄も見えたんじゃないでしょうか。私もね、最初お会いした時にびっくりしたんですけれども、女性の社長なんですね。なので、まあ、女性だからとかっていうと、なんかそういう差別用語にならなきゃいけないんで、非常に丁寧、スーパー営業マンですね。まあ、先日一緒に対談させていただいた、まあ、アネックス2のね、社長様もそうなんですけれども、まあ、非常に詳しいですね。まあ僕がこんな意地悪なね、話をこうね、ちょっと最低なレビューあるから返事くださいよとかっていう、失礼極まりないと思うんですけれども、全部丁寧に回答させていただきますっていう感じでね、半日っていうかもう夜も遅かったんですけれどもね、文章をしたためて僕に返事をくださいましたんで、まあちょっとね、そんな人柄も皆様に伝わればいいなと思いまして動画にさせていただきました。はい、というわけで、以上、ヒデさんの動画でした。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。